新卒1年目です。上司とのコミュニケーションにやや困っています。竹之内社長が思う可愛がられる後輩、部下に共通する3つの要素を教えてほしいです。これはアホな上司なのか、それとも賢い上司なのかによるんですよ。僕、賢い上司なんですよ。ですから僕の基準を聞いたとしても、おそらくその上司には通用しないと思うんですよね。で、僕の基準からまず言いましょうか。まず、媚びを売ってこない。はい、無駄です。媚びを売るっていうのはすごく無駄だと思ってるので、竹之内社長すごいですよねっていうのは、本当に思ってる人と思ってない人はすぐ分かっちゃうんで、そういう人はね、僕好きじゃないんですよね。媚び売って何とかしようってことは実力で勝負してないってことなので、まあそういった人を僕評価することはほぼないですね。結果を出す人です、僕の場合は。途中経過努力してますよって主張する人結構います。そんなの全然見ません、僕は。努力評価主義の方が世の中すごく多いんですけども、努力をもう100やって結果が10しか出ないんだったら、努力1で結果100出す人を欲しいんですよね。なので結果も出てなくて頑張りすぎてもういっぱいいっぱいになる人っていうのは僕はあんまり良くないなと思ってます。努力してそうやって働く人っていうのはすごく仕事をしてる感が出てしまうんですよ、自分の中でもね。それって働いてる気持ちにはなってるんですけども、要領が良くないんですよね。真面目なんですよ、すごく。で、いい人ではあるかもしれないんですけれども、そういった方っていうのは僕はあまり会社にうまく貢献できないと思うので、僕としてはそこはシビアに言います。頑張らなくていいと。結果出せればいいんですよ。僕は結果としてはこういうのが正解だというものがあるんで、僕の頭の中に。それの理想にいかに早く近づけるかっていうことを常に考えれるかどうか。あとは、非常識な行動をちゃんとできてるか。もう普通のことしかできないようだったらダメですよ、みたいな。ちょっと変わってるぐらいの方が僕は好きですね。これは僕の意見ですね。一般的な上司に可愛がられる人。自分が動くことによってその上司の仕事が減る。これが大事です。なので、上司の方がするべき仕事を取ってあげる。それをやってあげるっていう、重宝されますよね。なのでその上司にとって切っても切れないというか、その人がいないともうどうしようもないという状況を作るんですよね。無理な要求をどんどん徐々にわがままになっていくのがいいんじゃないでしょうかね。上司とのコミュニケーションに困ってるっていう時点で、コミュニケーションが大事だと思ってる時点でダメなんじゃないですかね。僕はもう実力で勝負すればいいと思うんですけどね。そういうわけにいかないんですかね。はい。